皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、エミです。ロサンゼルスからお届けしております。今ロサンゼルスは朝の5時16分なんですけれども、でもあと少ししてね、起きる時間で、そして私は娘、バークレーに行ってるんですけども、そこに向かう飛行機に乗るための準備をしなくちゃいけないんだけれども、実は今一番好きな花の8話を見終わりまして、もうちょっといても立ってもいられなくて、こちら配信を録画してるんですけどね。というのは私少し前にですね、配信でも言ったんですけども、視聴者様の一人からいじめについて、相談されたわけじゃないんだけどね、ちょっと打ち明けられたというかね、そういうことがありまして、ちょっとそのことについてね、皆様にも質問を問いかけるというかしたいなと思っていたんですけれども、ちょっといい機会かなと思いましたのでね、今回そのことについて、もう日本の学校でその方はいじめられていたと、そのいじめがめっちゃ陰険でですね、もう靴、を隠されたりとか、いろいろしたみたいなんですけども、そしてなんでされたかって言ったら、見た目が違うからっていうふうにその方はおっしゃっておりましたが、なんでそういうことが起きるのかなっていうのをね、皆様にね、その意見というか、なんでなくなるんだろうっていうのは、きっとなくならないような気がするんですけどもね、やっぱり仲間意識なのかなって、なんか私の中でも答えが出ていなくてですね、で今回その8話でいじめのことが出まして、そしてそれをね、皆様にね聞いてみたいなと思ったんですね。なので全然私からは答えもないし、あまり中身のない内容かもしれないんですけども、いじめについて何か思うことがありましたら、皆様からのご意見とか、なんかそういうの聞きたいなと思ってこの配信をしております。そして私自身も2年以上前なんですけども、いじめについての動画を出したことがございまして、それはね、文字だけの動画だったんで、今回それを読んで終わりにしたいと思うんですけれどもね。で、私はその動画の中でも言ってるんですけども、学生時代はすごく正義感に燃えてましていじめてる子がいたら私だけはいじめないというようなスタンスでいたんですね。だけども、職場とか、大人になっていくうちに、なんていうのかな、そこまでできなかったということもありまして、今でもなんかそういう後悔というか悔しい思いもあるというのが現状でございます。ということで、その動画を読んで今日は終わりにしたいと思います。あと村瀬プロデューサーもね、一番好きな花8話見てくださった皆さん、本当にありがとうございます。僕自身撮影でも編集でも MA でもずっと泣いていました。緑の人生を思うと涙が溢れます。でもだからこそ4人と巡り会えたし、穂積君へとつながれていったんですよね。ここからつながる物語、最終回まで見守ってもらえたら嬉しいですというコメントを出しておりますけどね。その他にも、一番好きな花第8話を見て、もういろいろと内容がすごく深かったんで、私もまだ1回見ただけなんですけれどもね、もし感想とか何かありましたら、コメント欄にぜひ残してみてくださいね。では皆様、今日も素敵な一日でありますように。では、いじめダメ絶対、正義の味方に燃えていた頃、お聞きください。私が中1の頃、私は班長などを積極的にやっており、よく班長みんなで放課後に残ってクラスのために話し合ったり、正義の味方に燃えていた。例えば、詳しい内容は忘れたが、クラスのボス的存在の人たちから、みんな明日から A さんとは喋っちゃダメだよと、クラス全員で無視という陰険ないじめをしていた時も、
私は翌日平気でそのことを話しており、その人たちに、なんで A さんと喋ってるの?と問い詰められ、私は、なんで喋っちゃいけないの?と強く言い返すと、その凄みにびっくりしたように、じゃあ M ちゃんだけは喋っていいよと私だけ喋ることを許されたり、こんなことを言うと私がいじめの対象になりそうな気もするが、そんなことはなかった。私は当時妹にもその話をしていたようで、喋っちゃダメとか言うんだよ、だからなんで喋っちゃいけないのって言ってやったんだとか、ムカついたわなわなした顔で私が話していたのが衝撃的で、妹は今でもはっきり覚えているらしい。そして妹は私に、クラスのみんながいじめてもお姉ちゃんだけはいじめないと思うよと言ったとのことだった。妹の記憶力にびっくり。また当時私は容姿はパッとしないが性格がいい、隣の席だったぽっちゃりとした男の子が好きだったのだが、その子が授業中に突然吐いてしまい、みんながキャーと叫び呆然としている中、私はとっさにさっさとバケツに水を入れて一人で雑巾で床に吐かれた大量のゲロをせっせときれいに拭き取って掃除し、周りはただそれを呆然と見ていた。いくら好きだったとはいえ、私はなんでそんなことができたのか、今でも自分自身不思議だ。そんな正義の味方に燃えていた私は、その後も友達や会社の人たちの間でも何かトラブルがあったらなるべく解決するように努力してきたが、大人になるにつれ第三者が間に入ると物事が余計ややこしくなり、しまいには間に入って助けようとしていた自分が悪者扱いされてしまうという経験も繰り返し、そんなトラブルも当人同士に任せようとアドバイスはしても直接は関わらず、見て見ぬふりをする技も覚えた。でも大人の世界でもはばこるいじめ、やっぱりそばから見ていて助けたくても助けきれなかった知人を思うと、なんだかいたたまれない気持ちになり、私にできることはなかったのだろうかと、やりきれない思いになる今日この頃だ。